目つむってシャワーこうやって冷たいシャワーね浴びてると息が苦しくなるから、うん、それで夏の暑い時期暇すごい暇の時遊んでるこうやって頭見てるいくつだっけ今年40歳美味しいですよ。美味しく飲めますので、皆さんそっちの方が作りやすいので作るんですけど、特に酸味がすごくこう刺激的。トマトを使ったパスタとかにね、いやずれてるぜっていうの俺中華とかに合いそうな感じがもともとは岩の原ぶどう園新潟の、うん、で、まあこれ同じ文句書いたんですよ。読むのやめてください。自分の言葉で表現して。じゃあ、今回の視聴者プレゼントは、キザンワインさんの白、辛口白ワイン甲州酒 100% の、ワインをプレゼントしたいと思います。宛先までご応募ください。これあれですよね、まあ、未成年の方は不可。そうです ね大人の方だけ。そうですね、お酒が二十歳になってから。はい、はい、これラベルおしゃれです ねかっこいい、うん、今風ですよ ねこれは結構全然来るでしょ、沖縄のステッカーより。本当沖縄のステッカーここら辺にちょっと貼るとくと何でしょう、怒られるでしょ、ワイヤーユーステよろしくお願いします。はい、なんかケーキチャンピオンのお店みたいですよ。そうなんですか。うん、なんかもうそういう食べたことありますか。ない。だからすごい楽しみだね。楽しみです。楽しみだね。俺頼んだの桃ね、桃のケーキ、うん、いただきます。上に桃が乗っかってて下は何なんだろう。なんかスポンジ層とその下はなんかクリーミーな、美味しい、さっぱりしてて、うん、実家のね、うん、向かいが、うん、俺が幼稚園ぐらいの時は、うん、やっぱ田んぼでしたよ。で、田んぼの水を引くためのこう貯水、ちょうどこのテーブルぐらいの貯水池みたいな、用水路のこの亀みたいな、ちっちゃい、あれに幼稚園の同級生のことをどっちが大きい石を投げ入れられるかっていう競争をやってたら、僕石と一緒に落っこっちゃって、それで気絶して近所の人に発見されて救急隊員に蘇生されて、死にかけじゃん。うん、新聞に載ったの。そう、うん、見つけたのが八百屋のおばさん で、うん、で率先してくれたのがうちの父親だっていうふうに、ん、俺親から聞かされてたんだけど大阪のテレビでそれ取り上げられて、うん、テレビ局の人が入念に調べたら、うん、蘇生してくれたのは消防団員の方だった。何嘘をなんか教え込まれてたんですよ。親とかに言われてたのそうやって。はいはい、父親に蘇生してもらったって、全然父は命の恩人じゃなかった。八百屋のおばさんはたまたま通りかかったの。そう。その人が超恩人じゃん。そう。だからなんか後遺症としては、目閉じて冷たいシャワー浴びると、なんか息が苦しくなるんだよね。もうすごい話なんですね。そうでしょ。うん、本当に誰にも。慕われもしない、尊敬もされないベテランシンガーソングライター幼少期です。なんでケーキ食べながらこんな話になったんだっけ。このテーブルのサイズ、サイズ、そうそう思い出した。こういうところに落ちたな。